だと聞いたとき、私の頭に浮かんだのは平和の輪でした。日本が誇る巨匠黒澤明監督は生前こんなことを言っていたそうです。人間というのは本当に愚かなものだ。未だに戦争をやめられない。でも人間はなぜか映画というものを作ったな。映画には世界を必ず戦争から救う、世界を必ず平和に導く、そういう美しさと力があるんだよ。映画にはいつか人間を平和に導く力がある。ならば素晴らしい映画を生み出すことも大切ですが、生み出された素晴らしい映画を一人でも多くの人たちに広めることもまた大切なのではないでしょうか。この世には星の数ほどたくさんの映画があるのに、私が出会ってきた途上国の農村部に暮らす子どもたちの多くは映画自体知りませんでした。途上国に詳しいある方にこんなことを言っていただきました。途上国を変えるのは実は映画なんです。途上国の虐げられている女性たちが夫の許可なく買い物に行ってもいい、教育を受けてもいい、そう思えるようになるためには彼女たちのマインドセットを変える必要がある。マインドセットを変えるためにはストーリーが必要だ。そのストーリーを伝えるのに最も有効な手段の一つが映画である。1分間の映像には文字に換算すると約180万文字分の情報量が含まれているそうです。そして一度に大勢の人が見ることができる。私は今途上国の子どもたちに映画を届けるという活動をしています。国際協力の世界にそれまでなかった映画の支援を会えたのです。この活動を始めた2012年、いろんな人に言われました。なぜ映画なの？途上国には映画より先に届けるものがあるんじゃないの？確かに映画は食料やワクチンのように生きる上で絶対に必要なものではありません。でも皆様にとって映画ってどんな存在でしょうか？私にとっては子供の頃から夢や生きる希望を与えてくれるものでした。例えばシンデレラを見たらお姫様になりたいと思ったり、007を見たらスパイになるために勉強しようと思ったり、強く生きるヒロインの姿を見て私もこうなりたいと目を輝かせたりしていました。こんなに夢を与えてくれる映画ってすごい。私も夢を与える側になりたい。将来は映画監督になりたい。そう思ったのが小学6年生の時です。迷うことなく大学は映画を勉強できるところに住みました。そして大学3年生の時、新しい夢ができるんです。途上国の村にホームステイをしてドキュメンタリーを撮っていた時のことでした。仲良くなった村の子供たちに将来の夢は何ですかと聞いてみたんです。そしたらみんな答えられないか先生とばかり答えるんです。日本の子供たちに聞いたらもっといろんな答えが出てくるのに不思議だなと思っていました。後から気づきました。あの村には電気もテレビももちろん映画館もない。だから将来の夢を聞かれても身近な大人の姿からでしか思い浮かべることができないのかもしれない。知らない夢は思い描くことができません。でもこの世で子どもの可能性ほど大切なものがあるでしょうか。もしもあの村に映画館があったら子どもたちはどんな夢を見るのだろう。いつか途上国に映画館を作りたい。それが私のもう一つの夢になりました。でもその夢に向かって一歩を踏み出すことはありませんでした。大学を卒業した後映画監督の夢にも挫折して、私は映画から離れました。派遣社員の事務員として夢のことなんて忘れて生活していました。気づいたら10年経っていました。結婚に失敗したり、がんの検査に引っかかったことをきっかけに考えたんです。私は自分の人生で何をしたかったんだろう。思い浮かんだのは10年前の途上国の子どもたちの顔でした。途上国の子どもたちに映画を届けたい。気づいたらカンボジア行きのチケットを買っていました。でもチケットを買ったはいいものの、
映画を届けるって何をしたらいいか、すべてが手探りでした。企業に突撃で電話して、もしもし、私カンボジアに映画館を作りたいものなんですがと言っては不審がられたり、もういいや行ってしまえとカンボジアの学校に行きました。そして友達に借りたプロジェクターと私のベッドのシーツをスクリーン代わりにして上映の準備をしました。持っていた作品は柳瀬隆先生原作の春の笛、森でタヌキに育てられた男の子が音楽家になる夢を叶えるお話です。子どもたちの夢の選択肢が広がって心を育んでくれるような映画を選びました。準備は整ったのですが、現地から求められていたことではない私のエゴで始めたことでしたので、子どもたちに受け入れてもらえるか不安でした。そしたら子どもたちはこんな顔で映画を見てくれたんです。タヌキのお母さんの行動にお腹を抱えて笑ったり、お母さんと少年が別れるシーンでは涙をこぼしたり、最後には拍手をしてくれました。この光景を見た時、私は一生この活動を続けようと決意しました。なぜなら初めてだったんです。私の人生でこんなにもたくさんの人たちに喜んでもらえたのは、誰かに何かをしたくてカンボジアに行ったのに、逆に幸せや生きる目的をもらったのは私の方でした。一緒に夢を追ってくれる仲間ができました。私の夢は今、ワールドシアタープロジェクトという NPO 法人になりました。2012年、最初の数年は日本人のメンバーが年に1、2回カンボジアに渡航して上映をするのが精一杯でした。2015年、現地のカンボジア人が映画配達人を引き受けてくれました。今では週に1、2回のペースでいろんな村で上映をすることができています。2017年、多くの方の支えで映画を見てくれた子どもたちの人数は4万人を超えました。私たちの活動は世界で放送されるテレビ番組でも取り上げられ、放送後はインド、イタリア、ドイツ、台湾、いろんな国の方から反響がありました。私にはお金も権力も特別な才能もありません。今も普段は普通の事務員です。日本のごく普通の事務員の夢が世界に広がりつつあるなんて、まるで映画みたいだと思いませんか。たくさんの子どもたちに映画を届けてきた中で、今も忘れられない女の子がいます。大人たちがタイに出稼ぎに行く村で暮らしているピーちゃん。ピーちゃんに将来の夢を聞いたとき、他のみんなと同じように先生になりたいと言っていました。でも映画を見た後、ピーちゃんはこんなことを言ったんです。夢が変わりました。私は映画を作る人になりたいです。この瞬間、私はこの活動は夢の種まきなんだと思いました。カンボジア中に、やがては世界中の子どもたちにさまざまな映画を届けて夢の種をまきたい。でもその夢はずっと3つの壁を越えられないでいました。1つ目は資金の問題です。活動を続けるための資金を集めるため、私たちは日本でいろんな活動をしています。みんなで映画のご飯を作って食べようとか、映画に関するイベントを行ったり、カンボジアで映画配達人体験ができるスタディーツアーなど、さまざまな活動を行っています。そしてたくさんのご支援者の方に支えていただいて、今の活動を維持することができています。維持することはできていますが、まだまだ他の国へ展開することはできないでいます。2つ目が言葉の問題です。子どもたちにより映画を楽しんでもらうため、私たちは一作一作現地の吹き替え版を作っています。ただ吹き替え版を作るのには時間もお金もかかります。3つ目が映画の権利の問題です。本を届ける NGO の活動は世界に広がっていますが、映画を届ける NGO で世界的な団体はいませんでした。なぜなら映画にはその性質上簡単には上映できない権利の構造があるからです。今は幸いにも私たちは活動に共感してくださった権利元のご担当者様が大変な苦労をして権利の許可を出してくださった作品を上映することができています。ただ
より多くの作品を上映したいと映画作品を探していく中でこんなお声をいただいたこともあります。私たちは莫大な制作資金をかけて映画を制作して未だに制作資金も回収できていない。いつかこの映画がお金になるチャンスを待ってる。映画はお金を生み出す資産なんだ。そんな中いいことしてるから無料で上映させてください、安く上映させてくださいと、そんな顔されても困る。私たちは映画を守らなくてはいけない。厳しくもごもっともなご意見でした。私も映画を守るためには権利が必要だと思います。権利があるからこそ新しい映画が生まれ映画文化が発展してきたのです。けれども一方で食料やワクチンの支援のように映画を見られる環境にいない子どもたちに届く映画が、そんな仕組みがもっとあってもいいのではないかなと思うんです。なぜならそこにはもしかしたらその日見た一本の映画をきっかけに人生を切り開くかもしれない子どもたちがいるからです。ある方がこんなことを言っていました。映画の歴史はまだ始まって120年しか経っていない。だから今ある形が映画の全てとは限らない。100年後の未来から今を振り返ってみます。もしかしたら映画を見られる環境にいない子どもたちに映画が解放される瞬間があるとしたら、それは今なのではないかと思うのです。このプロジェクトへの共感が多くの方に広まれば、全ての子どもたちが映画を見られることができる世界は今この時代に作れるものではないかと思うのです。先ほどの3つの壁を越えるための足がかりが今年の初夏、映画のようなお話がやってきました。人気俳優であり映画監督の斉藤工さんから世界の子どもたちに届ける権利フリーの言葉のないクレイアニメを作りませんかというご提案をいただいたのです。今このプロジェクトに共感してくださった監督とクラウドファンディングに共感してご支援くださった皆様のおかげで、まもなくこの映画が完成しようとしています。映画を届けることはそれほど難しいことではありません。発電機やプロジェクターなどの上映機材、現地の理解、子どもたちに届けたい思い、そして映画コンテンツがあれば誰でも映画配達人になることができるのです。今まで映画コンテンツだけがありませんでした。まもなくそれが揃おうとしています。70歳の男性もカンボジア人の青年も高校生の女の子もここにいる皆さんも誰もが映画配達人になることができるのです。たくさんの映画配達人がいろんな国に赴いて映画を上映することができれば、たくさんの子どもたちに映画が届きます。私は正直自分にあまり自信がありません。今もスピーチの順番を間違えて動揺しています。活動の課題も山積みです。でも私は信じています。映画には誰かの人生をより良くする力があることを私は信じています。夢には人を這い上がらせる力があることを私は信じています。この活動には生まれ育った環境に関係なく子どもたちが夢を持ち人生を切り開ける世界を作る力があること、私たちの団体名はワールドシアタープロジェクト、私たちのミッションは全ての子どもたちに映画体験を届けることです。日本から始まったこの活動がやがては世界の平和に寄与することを願っています。ありがとうございました。